さて、これからどうしよう。今日はもう特訓はやめておいた方がいいわね。寮へ戻って本でも読もうかしら。タケヤさん、どうしよう。おい、それはなんだ。え、どうしたんだこの怪我は。何があった、大丈夫なのか。暖かい。少し切り傷を作っただけで。だがどうしてこんな。さっき伊沢とすれ違った時にはなかったはずだ。あんたまさか一人で無茶なことでも。なんだ、ちゃんと見ていてくれたんじゃない。していましたら、そのああ、また怒らせてしまう。ごめん、俺が一緒についていればこんなことにはならなかったのに。え、違います。私が勝手に一人で特訓して、それで集中力を欠いてしまったから。集中力を欠いていた。一体どうしたんだ。それは、言霊の特訓をしていたんですが、行き詰まってしまって、それで。そうだったのか。まあ、焦ったからといって上手くなるものじゃないからな。ですが、私も強くならなければいけません。タケヤさんにばかりお任せするわけにも参りませんもの。あんたがそこまでする必要は。いや、悪い。俺があんたに付き添っていればよかった。本当に悪かったな。いいえ、本当に大丈夫です。これで今まで通りに戻れるかしら。ずいぶんたくさんの本ですね。ああ、授業の後図書室へ持っていくように教師から頼まれたんだ。なるほど。では私もお手伝いします。いや、しかしあんたは怪我が。大丈夫なのか。これくらい何ともありませんよ。それともついていったら邪魔になりますか。いや、別に。悪いな、ありがとう。なんというか、
圧倒される集団ね。おや、君たちそこで何をしているんだい？こんなところで会うなんて偶然だね。別に、校舎の中で会うくらい普通のことだろ。さっさとそこをどけ、阿佐ヶ谷地。相変わらずだけれど、竹谷さんって阿佐ヶ谷さんを見ただけで不機嫌になるわね。え、一体何？竹谷に用はないよ。さあお嬢さん、この間の話は考えてくれただろうか。この間のというのは？忘れちゃった？ダンスパーティーのパートナーのこと。俺と踊ってくれないかって申し入れただろ。しまった。断りに行くのを忘れていたわ。阿佐ヶ谷地、お前にはその女たちがいるだろう。それにこいつとパートナーを組むのはこの俺だ。へえ、驚いたよ。彼女をちゃんとエスコートできるのか？できるに決まっているだろう。ふん、ずいぶん仲がいいようだが。でも竹谷、お前はこのお嬢さんと仮初めの契約をしただけの関係だろ。前に言ってたじゃないか、それ以上でも以下でもないって。なんですぐこうなってしまうのよ。でもこれはさすがに止めないと。やめてください。阿佐ヶ谷地様に何をなさるつもり？そうですわ、みっともない真似はおよしになって。ああ、そんなことをしなくてもいい。これは君たちには関係のないことだから、君たちが声を荒げたりしなくても大丈夫だよ。ですが、阿佐ヶ谷様は。俺の言ったことが聞こえなかったかな。君たちは口出しをしなくていいと言ったんだよ。確かに俺ははぐれ退治で必要に迫られて君たちと仮の契約を結んだ。だがそれだけだ。ダンスのパートナーは個人的な話だろ。それにちゃんと平等に愛してあげているはずだけれど、あまり個人的な事情に首を突っ込まれるのは好きじゃないんだけどな。阿佐ヶ谷様、君たちは俺の言うことを聞いて言う通りに動いていればいいんだよ。それ以外に余計なことなんて何一つしなくていい。主であろうと鬼であろうと優劣なんてないはずなのに。お前は最低だ阿佐ヶ谷地。鬼との契約を何だと思っている。命のやり取りなんだぞ。そんなこと知っているよ。だからなんだ、
この子たちにはそれなりのお礼はしているし、そもそも鬼と主の間にあるのは主従関係だろ。主に仕えることで鬼は喜びを得る、そういうものなんだろ。だとしたら俺は立派に主の務めを果たしていると思うけど。やっぱりなんだかおかしい。阿佐ヶ谷さんってこんな人だった。どうしてそう思うのかはわからないけれど、でも竹谷さん、悪かったな、急に走り去ったりして。何か言わなきゃ。ことはお気になさらない方がいいと思います。大丈夫だ、阿佐ヶ谷がああいう考え方だということも分かっている。そうですか。鬼にとっての契約は仮初めの契約といえどもとても重いものだ。そして阿佐ヶ谷には主としての高い素養がある。だからあの女鬼たちは何をされても阿佐ヶ谷に抗えない。惹かれてしまうんだ。俺も鬼だからそれはわかる。あの女鬼は主としても男としても阿佐ヶ谷に惹かれているというのだから余計何も言えないんだろう。鬼だった俺の両親も昔からずっと仕えていた主に付きっきりだったからな。子供の頃俺なんかには少しも構ってくれなくて、だから随分孤独な子供時代だった。それでも俺は鬼が主に惹かれてしまう気持ちは幼い頃から理解していたつもりだ。だからこそ阿佐ヶ谷の鬼を軽視するような契約の仕方が気に入らない。あいつの主としての素養の高さも攻撃力や学力、優秀なことは分かっている。分かっているからこそ悔しくて仕方ないんだ。あいつは何にも真面目に向き合おうとしない。俺たち鬼の命にさえも。誰よりも真面目に努力する人だから余計悔しいんだ。阿佐ヶ谷さんにも何か理由があるのかもしれない。でもさっきのことが悲しいことには違いないわ。確かに先ほどの阿佐ヶ谷さんの考えには私もうなずけません。でももしかすると阿佐ヶ谷さんにも何かご事情が。あん
たはあいつの味方をするんだな。え？仮初めだろうと本物の契約だろうと、契約は契約なんだ。体や命を捧げるんだ。俺は鬼としての本能や心をもてあさむようなことは許せない。そんなことしない、できるわけがないわ。一人信頼し合いたいと思う大切な人、竹谷さん。こうしたくなったんです。竹谷さんに触れたくなりました。伝わってほしい。あんたも鬼としての本能をもてあそぶつもりなのか。俺とあんたは仮初めでも契約を結んでいるんだ。俺があんたに惹かれていることをとっくに気づいているんだろう。あんたのことが好きなんだ。どうしたってあんたに惹かれてしまう。だからこんな風に触れられるのはひどく戸惑う。疑わずにはいられないんだ。あんたも阿佐ヶ谷のように鬼である俺をもてあそぼうとしているんじゃないかって。だからうまく信じることができないし、気持ちもうまく伝えられない。もし俺が鬼であることを利用しようとしているのなら、ないじゃない。私は竹谷さんのことをもてあそびたいだなんて思いません。思うわけがありません。竹谷さんが鬼でも人間でも、きっと私は同じことをしていると思います。でもどうか届いてほしい。確かに私は竹谷さんが鬼だからといって惹かれるということはありません。私はあなたの優しいところや不器用なところをいっぱい見て、その上で惹かれたんです。手を握ってくださった時、温かくて嬉しくて幸せな気持ちになりました。それを少しでも伝えたくて、だから竹谷さんに触れたいと思ったんです。惹かれているんです、私も竹谷さんに。
主に惹かれるということは分かっていた。だけどここまでだとは思っていなかったんだ。仮初めとはいえあんたと契約を結んで、どうして両親があそこまで主に付き従っているのかがやっと分かった。あなたのことなら俺は信じられる。信じてもいいだろう。好きだ俺と契約をしてくれないか。一つで契約をできるというのは本当のようだな。こんな主と契約ができるなんて、俺は果報者だ。あんたの心からの言葉は言霊と呼応する。だからほら、見ろ、俺にもあんたと同じ印が浮かんでいるだろう。これが正式に契約をした証だ。当たり前だろう。俺はあんたと契約できてよかった。あんたのことは何があっても信じるよ。あんたのくれた言葉なら俺は信じることができるから。